QX60 は、日産が製造、インフィニティブランドで販売されている自動車である。インフィニティが発表した2014年モデル以降の全ラインアップに対する新ネーミング戦略によって、インフィニティ JX から、インフィニティ QX60 へと社名が変更された、米国運輸省道路交通安全局が実施した、衝突安全テストにおいて、総合評価で最高の5つ星と認定された。 2016年にフェイスリフトを実施。2019年に日本国内でもインパルを通して販売を開始。ベースは北米使用者でトーカル類などを国内の放棄に合わせての販売となる。2021年6月23日に L51 型にフルモデルチェンジされた。同社の構造改革、日産ネクストの一環として発表された。 エクステリアデザインは2020年9月に発表されたコンセプトモデルの QX60 モノグラフほぼそのままであり、インフィニティのアイデンティティであるダブルアーチグリルがフロントに採用された。フロントグリルのメッシュ型の形状は QX55 と同じく日本の折り紙にある短冊状の形状からインスパイアされた。ヘッドライトに与えたデジタルピアノキーと呼ばれる デイライトランニングランプは3個セットの LED キューブを並べて形作っている。インテリアは大幅に刷新され、A ピラー2、A ピラーと呼称する薄く横長なイメージのインパネデザインを採用し、キャビン全体の広さ感を演出し、ドライバーズシートでは溶化部分の囲まれ感でプロテクションされた安心感を与えるようにしている。ナビゲーションシステムは12.3インチの 高解像度タッチスクリーンを採用し、メーターパネルはインフィニティ発のグラスコックピットを一部グレードで採用した。また、エアコンの操作パネルにもインフィニティ発のハプティック機構を採用した。インパネやシート表皮に施されたキルティング加工は、水面に描かれた複数の波紋が重なるシーンをイメージしたデザインを採用。シート表皮には、セミアリニンを使い、 フロントシートはパーフォレーション加工によるベンチレーション機能も備えている。エンジンは仙台と同じ295馬力の V6 エンジンを搭載しているが仙台で不評だった CVT は廃止され急速 AT に変更された。なお全車オード化された。最大6000ポンドの荷物を牽引することができる。運転支援機構ではインフィニティでは q x 5 0 QX55 に続いて、プロパイロットアシストを採用した。2021年9月から販売が開始され順次、中国市場などの他の市場にも導入されていく予定である。なお現在日本市場へ導入される予定はない。ありがとうございます。